私キュレーターの金沢と申します。そう、太田さんが見えないので。あ、今いらっしゃいました。なんか作品を、まあ、今ご覧いただいて、まあ、これが本体なんですけど、ディテールの状態があちらの部屋にあって、まあ、両方ご覧いただいた後にポエトリーリーディングをしていただこうかということで、一応移動して、はいはい、でこれは12分かけて一周するようになってるんですけど、そのディテールは12秒でずっと回っているような、そういう映像です。今全体を映しているので見えにくいところがあるかと思うんですけども、これがまあ全体感ですね。で天球をこう回っていくような世界観というのを描いている作品です。作家の方は榊原澄人さんという方で、今日は長野に帰られてしまっていらっしゃらないんですけども、アニメーションで世界観を表現される方。ディテールもしよろしければこちらの方の部屋で展示してますのでご覧いただければと思います。でその後ポエトリーリーディングに入りたいと思います。いただく形にお願いできればと思いますが、今日榊原澄人さんの作品の詩を書いていただいた大崎紗友香さんです。ずっと長い間ここにこもって制作をしていただきましたのでご紹介いただきます。はじめまして、大崎紗友香と申します。今日高校2時くらいからこのアニメーションとこの音響の中で城を一つ作るというとても贅沢なことをさせ
ていこうと思ってます。で、今から、最初に見つけた大木にあなたは寄りかかる。生まれたばかりなのにひどく疲れた気がして、隣に見覚えのない人が腰掛けているが、とても大切な人だったのかもしれない。あなたはその人と踊ることにする。空はゴッホのように晴れていて、鳥は巡っていて、森は湧いていて、人々は集まっている。人々は数えられていて、交通は詐欺にあっていて、救急車が止まっていて、産業は黒ずんでいる。この営みのことを好きか、あなたは一度は決めてしまう。それからやっぱり違うと言い、わからないことを悲しんだ方がいいのか、わからない。すべてを見てやろうと思いながら、見逃し続けることに安心して、あなたはため息をつく。黄色い上着を盗んだ子が森へ走り去ってゆく。羨ましいような、お祝いしたいような、間違い探しのような一つの景色。降る雨の低く歌う声が聞こえてくるのを待って、絶望することのできない速度を多分あなたは軽々と超える。宴会に始まりがなくても、あなたには始まりがあるのだ。